入れ。失礼します。兵糧、それなら陸路の方が早いな。それに海路は危険すぎる。隊長、報告書をお持ちしました。一体何を運んでいた。隊長。あ、ああ、ありがとう。よろしいでしょうか。まあ、こんなところだろ。あの、隊長。ん？やけに大きな荷でしたが、一体何を運んでいたんでしょうか。私ですか？ああ。私は兵糧か何かかと。俺なら陸路を選ぶな。そうですね。海路を取ってまで運ぶ理由か。隊長はどうお考えなのでしょうか。わからない。そうですか。ただ気をつけといた方がいいのは事実だ。まさか趣味で海を渡るとは思えないしな。はい。それより隊長。ん？敵はどうやってあの海を渡ったんでしょうか。海？はい。この近海の海はいつも荒れていて、船では渡れないはずなんですが。さあな。でもま、海が渡れるとなれば、ここも前線ってわけか。そっちは俺が中央に連絡しとくよ。はい。それよりこいつをソミアのところにも届けてくれ。ソミア様にですか。頼んだよ。やめておいた方がいいかと。なんで。それはその、殺人狂か。はい。噂だろ。火のないところに煙は立たないと思います。煙な。はい。見たのか。え、あいつが人を殺しているところを見たのか。いいえ。話を聞いただけだろ。その噂の出どころを知ってるか？いえ。あいつの家はもともと正規の軍人じゃなかったんだ。え？暗殺者、忍びだったんだよ。あ、それが妙に手柄を立てるものだからな。半分やっかみだよ。ですが、一緒に行動した部隊はみんな全滅するって。ちゃんと戻ってきた部隊だってあるよ。いくつか全滅したのも事実だけどな。それに必要以上に非戦闘員を巻き添えにしているのも事実だ。だったらやっぱり。ただそれがわざとかどうかはわからない。作戦立案能力が欠けているのかもしれないし、そういう場合ばかり送り込まれているのかもしれない。それだったら罪にはならないだろ。どうせ年寄り連中が悲願で悪口言いふらしてるだけだよ。まだ納得いかないみたいだな。はい。ソミヤ様に対する噂は隊長の言ったようなものかもしれません。でもそうじゃない可能性も。その可能性がなくなるまでは信用できないってか。はい。指揮官たるもの、常に最悪の場合を想定して。周りを見ろよ。え、今この状況での最優先事項は何だ。輸送隊の打破です。そのために必要なことは。少しでも人手を。だったら今するべきことをしろ。で、
ですが、わかりました、ソミヤ様に報告します。でも隊長、わかった、気には留めておく。はい、失礼。負傷兵は？すべてこの村に残していきます。彼らもそれを望んでおりますので。そうか、いくらか護衛を残していくとしようか。は、すでにそのようにありがとう。じゃあ行こうか。は、ご出立ですかな。長老、一つお願いがあるんだ。何でしょうか。負傷兵の手当てを頼みたいんだ。その程度のことでしたら。ありがとう、いろいろと迷惑をかけるね。いえいえ、村人に危害を加えずにいただいたお礼と思えば。そう言ってもらえると助かるよ。ではくれぐれもお気をつけて。何か？いや、敵の領民に気をつけてって言われるのも変だなってね。言われてみればそうですな。まあ、悪くはないけどね。隊長、そろそろ。ああ、そうだね。全軍、出発する。騎乗！開けるよ。隊長、いつまで寝てるんですか。今まで。ああ？朝からがなるなよ。じゃあがなられないようにすればいいでしょうが。何怒ってるんだよ。みんな探索に出て、私たちしかこの基地に残ってないんです。それなのに隊長は。わかったわかった、起きるって。さっさと起きてくださいね。留守番なら楽できると思ったのにな。何やってるんだ。何ってお掃除だよ、お掃除。掃除？うん、隊長手伝ってよ。手伝ってって。あら、早く早く。これで終わりか。うん、隊長綺麗になったでしょ。そうだな。仕方ないじゃないか。他に言葉が浮かばないんだから。なんで？ハンナちゃん家庭的だねとか、ハンナよくぞここまでとか、ハンナちゃん可愛いねとか、いろいろあるよ。最後は違うだろ。違わないよ。一生懸命なハンナちゃんは可愛いじゃんか。ああ。もっとちゃんと褒めてよ。わかったわかった。ハタ。今から褒めるから。うん。うん。ハンナ。はい。よくできました。何それ。あたし子供じゃないよ。仕方ないだろう。他に言葉が。
なんで？他にもいっぱいあるよ。アリア、何でしょうか？遅いな。そうですね、もう昼前ですのに何の連絡もありませんし。何かあったんでしょうか？いや、飯今、ティアが作ってますから。そうか。なに敵か？台所の方からです。何をした？わかりません。わからないって。何が起こったんですか？こっちが聞きたいの。吹き飛ぶ前は何をしてたんだ？お酢をお鍋に入れました。なんでお酢で吹き飛ぶわけ？でもこれを入れたら火が。これって持ってるの入れたの？はいです。そしたら火がいっぱいに。それって油だよ。ああ、それで火がいっぱいになったんですか。ティアを台所に立たせるのはやめるか。台所自体がなくなったんですが。あんたら何やってんのさ。あ、ソミヤさん。なるほどね。悪いな。まあ台所程度で済んでよかったよ。それでそっちの方はどうだったんだ？ああ、何か収穫があったんですか？あったから帰ってきたんだよ。すぐ出発するよ。はい。ご飯は？そんなの後。もっと楽しいことがあるんだからさ。あの村だよ。小さいな。でも隠れてる獲物はでっかいってわけさ。獲物ですか？ああ、巡回の途中で立ち寄ったんだけど、様子が変だったんでね。部下を貼り付けておいたんだ。そしたら、ルーシエラ軍の登場か。そういうこと。で、作戦なんだけど、あんたらには別動隊として働いてもらうよ。別動隊ですか？村の向こう側に回り込んで奇襲をかけてもらう。遠い。仕方ないだろ、作戦なんだから。そうだけど。で、あたいらの隊はあんたらの隊が敵の注意を引きつけた頃を見計らって攻撃をかけるから。それでいいよね？隊長、ちょっとよろしいですか？なんだ？ソミヤ様に本隊を任せるのはどうかと思うのですが。なんで？村に直接攻め込むわけですから。噂のこともありますし。ちょっと、何ごちゃごちゃやってんのさ。やるのかやらないのかはっきりしなよ。そっちで陽動をやってくれないか。うちが本隊を務めるよ。なんでさ。いや、なんとなくたまには働かないとなと思って。そういうことですので、別動隊はそちらでお願いします。そうはいかないよ。あんたらあたいらの手柄を横取りするつもりだろう。横取りって。そんなことしないよ。あれはあたいらが見つけた獲物なんだ。始末はあたいらがつけるよ。ですが。それに
あんたらはあの村の作りも知らないんだろ。はいです。どんな村なんですか。そんなのに本体を任せられるもんか。それは、そうですが。わかったよ。じゃあ俺たちが陽動をやるよ。分かりゃいいんだよ、分かりゃ。お前たち、行くよ。は大ちゃん。ここで喧嘩してても仕方ないだろ。それはそうですが。様子を見るしかないよ。いざとなったら止めればいい。うまくいけばいいんですが。隊長行かないの？ん？ああ、行くぞ。この辺りにするか。あ、はい。ハンナ、リア、こっち。え？村まで行かないの？あのね、これは陽動なんだからね。敵を村から引き離さないと意味がないでしょうが。あ、そっか。それで、ここで何をするんですか？何って、その辺の木を揺さぶって大声を出すんだ。そんなのやだ。やだじゃない。だって、かっこ悪いよ。でも、楽しそうです。ほら、ティアみたいにやる気出しなさい。始めるぞ。せーの。わよし、迎撃。そんな体力残ってないよ。いや、もう、です。とにかく、迎撃。行くぞ。
行くぞ。行くぞ。
行くぞ。行くぞ。終わった、気持ち悪い。もう、あたしこんなのやんないからね。ティア、大丈夫か？吐きそうでそう。我慢しろ、我慢。どうした、アリア？あれは煙？隊長、もしかして。隊長、どっか行くの？あ、私も。俺だけでいい。お前たちは休んでろ。